大きにドラちゃんです。はい、本日は2022年8月9日の火曜日です。今回は静岡県浜松市をブラブラしようと思います。視聴者の方にですね、以前ぜひ浜松にも行ってほしいということを言われたんでね、はい、今回はねそういったこともありまして浜松まで行こうと思います。さあ行くぞ。さあ今回の出発地点は新大阪です。浜松って何がええかって言いますとね、まあ、のぞみは止まれへんねんけど光やったら止まるやんか。要するに新幹線1本で行けるやん。それが僕はねめちゃめちゃええなと思いますね。よろしくお願いね。浜松到着です。浜松といえばうなぎなんですけどね、実はですね徳川家康ゆかりの地でもあります。さあ見てくださいこれね、都会の景色ですね。大きい駅ですね。おっとアクトタワーが見えてきました。さすが音楽の街浜松です。ハーモニカの形をねデザインにしたこのアクトタワー、これはね見応えバッチリなんでね、ぜひ皆さんこちらのねビルも見に行ってください。僕がですね浜松に来たのはね約ね5年以上ぶりかな、いや6年7年ぐらい経つんかな。結構前にね浜松来たんですけどね、久しぶりに来るとねなかなかええ街ですね。さあそろそろね腹も減ってきたとこやし、浜松言うたらうなぎやろ、うなぎ食べますせ。今からねうなぎを食べようと思うんですけどね、食べる前にあんまりこういう話したあかんねんけど、実はねうなぎってね絶滅危惧種です。せやしね僕ねあんまり食べへんようにしてますわ。まあこないしてね出かけた時だけね食べるようにしてます。このね肝水ね僕ねめちゃめちゃ好きなんです。めっちゃ美味しいですよね。でうなぎってね実はね養殖は脂っこいんですけどね、天然物はねものすごく淡白であっさりしてます。はい、それがねまたねめちゃくちゃ美味しいですね。ごちそうさまでした。いろんなねビジネスホテルがある中ね、僕はねアパホテルをチョイスします。なんでか言うたら慣れてるからです。はい、慣れてるんでねアパホテルは僕はね一番落ち着きます。はい、ここから先はですねナレーション消しますんで、浜松の景色をねぜひ楽しんでください。はじめ。
はい、こちらのお店なんですけどね、茶刀さんと言います。はい、やっぱね、静岡でやっぱ茶やろ。まあね、僕も京都に住んでるからね、もちろん茶は好きやねんけどね、静岡の茶もね、もちろん美味しいです。はい、このね、かき氷めちゃめちゃ美味しかったです。はい、このほうじ茶もね、ものすごい香ばしかったです。これね、おそらくいうか、まあ絶対せやねんけど、まあ夏季限定やんか。せやけどね、またね、夏に浜松に行く機会があったらね、食べようと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。遠州鉄道、生まれて初めて乗りました。仕事のためにね、この鉄道をね、使うんですけどね、なんかね、ワクワクドキドキですね。はい、普段関西におるからね、関西じゃないところのね、こういう電車に乗るのがね、すごい楽しみの一つでもありますね。なんかね、夜はね、中華の気分やったんでね、このチャーハンとね、この中華そば、はい、食べたんですけどね。あとね、浜松ってね、後で僕も知ったんですけどね、餃子がなんか有名みたいでね、はい、餃子もね、食べてみたいなと思ったんでね、餃子ね、注文しました。やっぱ夜に食べる中華最高ですわ。甘くたあかんねんけどね、せやけどね、最高に美味しかったです。夜の街並みもええ感じやん。お土産にうなぎサブレとうなぎパイのセットを買いました。これもね、めちゃめちゃ美味しかったです。お前が食うんかい。また餃子食うんかい。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ちょっとでもええなと思った人はぜひチャンネル登録お願いします。あとコメントとかね、高評価もまたしてください。ほんならまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。